メッセンジャー,ジャーこんにちはメッセンジャーですどうもこんにちはメッセンジャーあヒラですこんにちは梅山あかねですえーまあちょっと春っぽくなりたんよねいや,<あ>いやもう本当に暖かくなりましたね桜も咲いて、うん、まあ春休みでまんぼうももう言うてる間にあと二日か そうですね月曜日、21日、ちょっとねあの、ナンバーグランド花月も今日私たち出番やったんですけども、うん、あお疲れ様ですあのもうこのコロナになって、こんだけ当日券、 が入ったた初めてやって試合に打ましたね雨の日でなんか USJ 行きたい子たちが雨でちょっととかいう人たちがこっちにう,う,うとう USJ に左右 <laughs> 用されるようになりましたね我らの劇場もね <laughs> やっぱ団体さん俺から個人でね観光来た人がまあやっぱりねただやっぱりあの大阪といえばまあもちろん USJ も大事ですけども、うん。 何百万の花月も大,大事というかね、<laughs> ね観光時間で、できれば、ねあのまあ、それもよし、これもよしっていうので、まあ、当日券ね、今やったら、前やったら、本当にね、土曜日、日曜日、金、や金土、日というのは、もう当日券入れなかったんですけども、もう今はねあの、ちょっとやっぱりコロナの中で比較的、 あの入りやすくなっておりますので2階とかでよかったら、うん、いつでも入れそうな感じ、えー、だからできれば、まあ、あのお時間が許す限りまり、あ、来ていただけたらありがたいなとうございますそうかもしれないね,ね結構あの別に ね、あの、うん、全然大丈夫ですからね、感染対策もしししっかりしてるし、うん、僕もあのこ,のこのラジオでも告知させていただきまして、勝手な告知させていただいたんですけど、<う>ザ・ボンチさんの古希のね、お祝いの歳のね久しぶりにね、2>, <う>2階でね、 人のイベント見たんですよなかなかないですよね、袖でちょっと見るぐらいはあるけど、ね、そどですよ袖で見るのとね、<ー>やっぱり劇場で見るのと全然違うしまさかそんなね、大師匠の,あのライブを僕がその1階で、ど真ん中で見るわけないから <laughs>、2階のちょっと後ろの方で、まで、あ、席がちょっとだけあったんでね、そこでちょっとちらっと見させてもらったんですけど、パワフルでしたな、70にしていやー、パワフルでしたなあ,あのー、師匠ってすごいよね。すっ すごいめちゃくちゃ無駄に力を使わへん。<laughs> <laughs> 楽しいんです。楽しいの。これはあのあのー、すごいなと思ったのはなんかこう。 楽しくやっっててはるなと思ンジさんが楽しくやってるのが、はい、まあえらいもんでテレビでは伝われんかもしれんけど、うん、劇場っていうのはね楽しくやってるっていうのが伝わってきたりだとか、うん、長尺になればなるほど面白いよね面白い<ー>あのー、まあ言ったら呼吸呼吸呼吸呼十呼70やんか、はい、まあ70代今はお若いですよただ70代ちょっと前までもほんまのおじいちゃんやったわけでもう 劇場全員に聞こえるんじゃないかいうぐらいに「ああ覚めかんで!」って言ったら笑わなしゃあないであれはテレビでは伝わらへんそうなたりともあのマイクの前で喋れへんしちゃう <laughs> っちこっちで <laughs> やっぱりあのとはいえやっぱ熟練の技というかねうボケるところのボケ方とあ<ー>そしてまさと師匠のこうパッとしたツッコミと無駄,無駄のないねあ<ー>なんか やっぱり劇場で見てあやっぱこういうのはいいなと思ったんが一個でゲストであののりおよしおさんパンチあるやんかま、はい、正直な話もう見ることできんちゃうかと思って僕はザボンチさんのイベントショのイベントのねのりよしおさんゲスト、うん、でートークありってもうこれだけでねもう絶対かなかった、はい、うん以上トークありトークありこれ見なあかんやんか、うん、おあのすごいおおよその予想が <laughs> なんか。<laughs> でかなやっぱ大人になってはるからお前が言うパラが言う、はい、おおよその予想<う>ザ・ボンチさんと乗尾義雄さんがトークをやったおおよそこうなるであろうなんでこうなるんちゃうかという、はい、その通り <laughs> <laughs> 何にも外れへんぞ修師匠とリオ師匠がもうう規制のあり合いみたいなでかん,んお前はなんやお前は何やタイムマシンでも持ってる。いやいや テレビでも大体そうなるじゃないですかもうね、あれ、これ、テレビやったら耐えられへんねんけど、舞台やったら面白いんで、則しょうがやっぱり出てこられて、また則しょうはまた漫才でもね、ザ・ボンジさんの店舗とは違うんですね、知ってはる人は知ってると思うんやけど、よう、うまいこと例えるなって思ったわ、でも岸田総理のことね、岸田総理、なんですか、あの政治は、売れない歌舞伎役者みたいな顔して。 <laughs> <laughs> な,なんかそら、ポンと出てきはるね、有吉、有吉がやっぱりあだ名つけんのうまいって言って、はい、まあ今、全国でやってるけど、僕、正直な話、典吉賞の一番傷つくで、そしてちょっと似てるっていうね。<laughs> ちょっと似てるもんなんですか、あの小錦のケツは、アメリカのパラシュート部隊だみたいなケツって。<laughs> そんなねお尻をね、本式のケツ、アメリカのパラシュート部隊、そんなんな、出てけへんわな、出てけへんがな、はい、そんなも考えても出てけへんわやん。いや大大きききのさんんんんん顔顔いいいいよ電車車窓ガラスみたいなそんなもんなそもどこ持ってきてんねとん もう暴走してありまあ、もう楽しかったんでしょうねやっぱりねうんあのまあこういうね今の時代ですからトークと言いながらもパーテーションがもう大きいのはやってたけどアクリル板でなそのパーテーションで2人ともまたあれいとしてかなたかな紀吉祥の横に修祖がおんねんほんならずっとそのパーテーションを叩きながら規制を走ってんの2人であんなもんなオラウータンの横にチンパンジー入れてあれなのちゃうんかみたいな。 面白いじゃあじっくり逆に俺トーク一回聞いてみたいけどねその昔はこうやったみたいな話、ね、そのトークもしてくれたんただもう全部サト師匠が止めなあかんぐらい実名を出そうとしてさすがねやっぱり劇場ないといえどもどうどうやっぱり今 SNS の時代じゃない、はい、そうですか、ねね、すぐ拡散されますから、うん、でもね、えー、僕は一回さっきも言いました2回の後ろおってんけど、まあの時代やから、ま、60とかのお客さん多かったんけど<ー>あの 漫才ブームの時に戻ったみたいな感じのその人らがねだからイ原なんかはディスコ好きだったやんかスコ好きでし好きというかディスコの従業員でしたからねそうなんですか痛い痛い痛い十八18の時やからねまだディスコってやっぱりディスコの場所行ったらな僕は行ったことないか知らんけど行ったら50なろうが60なろうがそのディスコの調和の雰囲気にかッと変わるみたいなねそですね 踊ってる人もそうやし、従業員もそうやし、はい、それみたいなもんで、その舞台に,に来てるお客さんも、パッとタイムスリップされて、はい、多分そのわーきゃー、わーきゃー、ザ・ボンジさんに言うてはった時の気持ちになったんじゃないかなというような、わだからその、そういうところで言うたら、そういうね、あのーまあ、僕らユーチューバーって今、いっぱいいるんですけども。はいはいはい あの僕らももちろん趣味みたいな感じで YouTube やってますし、あやらももちろんやってるの聞いてるし、うんはい、でもね、やっぱりその劇場に立ってんの、あの雰囲気を出すっていうのはね、なかなか,な,なかなかね、と、うん、とかじゃ無理やと思うね実際だって、ぼんちさんなんてアイドルやと思うね、<あ>だって、アイドルやんか、ん初めて武道館でコンサートやってる、えー、漫才師を。 全知知ららんのかだって彼女なんてまだ30やろ俺らデビューしたあとに生まれてるんであっそすよレベルちゃうじゃん俺らがだからまだ小学校の5年生いやいや5年生ぐらいに漫才ブームが来たからでもで当時は今みたいに今は縦にみんなもの知ってるやんか何でも調べれるから例えばな梅山ちゃんが好感度上げようと思ってコーヒー好きみたいな嘘をつくやんか <laughs> ないですけど。な、なこのコーヒーズボンをあげようとしてんの。コーヒーぐらいではなかなかあまれへんなの。<laughs> でコーヒーのことはめちゃくちゃ知ってるけど、はい、じゃあ逆にもう全く知らん、えー、トマトが嫌いとトマトジュースのこと全く知らないいや。はい、でも俺らの時代って例えば僕らがあのアイドルで松田聖子さんとか、まあ中森明菜さん、小泉今日子さんと。 それが好きやったら、そのテレビを見なあかんねんけど、うん、そこには必ず横に演歌の人もおる。あ、てた、いてた。な。バンドの人もおるし、うんで。だから僕らは横には知っててん。はい,はいはいはい。でも今の女、あの、若い人っていうのは、例えば A っていうグループが好きやったら、A のことはめちゃくちゃ知ってるけど、うんね、B のじゃあ演歌歌手してるかやったら全く知らんわけやいい、はい、で俺らはビデオもなけりゃない。あの、その、 その時間しか見逃したアウトやねんしかもテレビ1台とか1台や1回1回2台あった金持ちだったなえ金持ちだったほんで1台カラー1台白黒とか例えばそんな感じもあったわ1回2台あった金持ちだったなほんで同じ年やんなで時代がちょっと違うなほんでパッと見たらザ・ベスト10とかそれを CM を全部ミント仕方なかった早送りもできへんしで CM も一生懸命見とったもんな CM も見てたし見るしかないやんかそうなんでビデオが出始めたのなビデオ持ってるやつなんか石油王やったよほんでほんで石油王で確かに小学校の時はビデオなかったないないないそうなった。西川清志町の息子さんのいさんはもう小学校からってんて あのの人俺の一個上やろそらそうかそらそうやんかもう<ー>でまあまあ一般的にはなかったから、はい、それで言ったらもうその全部知ってねその,その当時流行ったやつはサザンカの宿とかもな<ー>全部な全部タンス担いでたわ大川恵沙さんだった,あた懐かしいだから鮮明に覚えてるわけ <laughs> はい、はい、でも多分今の梅山ジャーナの時代の子っていうのは、はいあのー、何でもってたけど写真撮るやんか、はい もうイランはもうたパーン消すやん。そうですね。消すやん。まあね。俺らは写真一枚撮ったら、その一枚をむちゃくちゃ大事にした。だってカメラ屋さんにそれをフィルムを撮てて現像して行って<ー>。で、なんでいるいらんじゃないけどもさ。いや、あの、なんか変なブレてるやつも出てくるやつ。一枚いくらになるから。しっかり撮らなあかんとかな。だから消去が早いねん。そうですね、うん。人生も恋も。<laughs> そんなことないですけど。俺らのその思い出っていうのは鮮明に残ってるわけよ。は小学校ぐらいの思い出むちゃくちゃ覚えてるな。テレビは特に。小学校の時のな、修学旅行とか行ったらな。あの後ろにな、張り出されな写真が。で番号を売っててな。それ一緒ですよ、私。もわなあかんね、あれ。あれ、なんでもらう時代、そんなの。いや、まだちゃう、まだあたんちゃう。まだそうやって。で、今やそんなことないわ。今ね、今してるやつが携帯でね。うわら、すっごい。 れててきで何番何番欲しいっていうのお金払わなきゃそれはそれでデータでくるってことでデータでくるからそれをこう取るっていう感じやな。なんかんで中にはな小学校の時にななんか電車のさ誰もつてんのに電車の横とかだけ買うやつとかおったよねんでいいねんこれみたいな。 ったやろいろんな思い出の持ち方 <laughs> なんか,かお前渋いな」みたいな「東京タワーが映ってるのそれ買ってるやつおったから <laughs> 別にそれええやんか別にそれでも別にいや思いながら」<laughs> まあまあそんなことがあってだ,っだからそれ何が言いたいかって言ったらそうそうアナログやったことが逆に。 懐かかかしししい鮮明に伝えて戻れるでもたらこれ10年後まあ今も梅山ちゃんまだ30で若いけどあとまあ30年後になったら間違いなく60になるやんかその時の思い出のこの脳裏の焼き付け方っていうのはまた全然ちゃうかもしれなわれわれとはいやちゃうでしょ違うでしょどっちがいいか悪いか知らんよそうねこの世界に入ってからはんかいろいろさまた違うけど子供の時ってそうやなものがそんななごめん すごい並走してあげたい、<laughs> 並走してあげたい気持ちはあるけども、はい、まああの家庭事情が複雑なのは一緒なんですけど、うん、そのお金っていうことに関すてとどうも食い違うことが多いんですよ。悲 <laughs> しい話を聞いてるはずなのに、<laughs> もうちょっとほぼほぼね、馴近さはあったん、いい小学校ぐらいの時にこれまた悲しい話じゃない。<laughs> え ラジカセがすっごいラジカセで貧富がむちゃくちゃ出んのラジカセってあのラジオララジカセでだからダブル。ラジオとカセット。うんラカセットしてるかね。知ってます知ってます。でダブルデッキとかでそこのスピーカーがめっちゃいいやつとかでこのまあラジカセを見たらその人のまあ家庭事情みたいな。如実にね。はいはい。なんかテストがあってな中学の時なでテストでなま。あ 全部とは言わんからちょかんがな一教科でめえから80点以上取ったらラジカセ買うって嘘つつあの夢のラジカセ俺でも半分は嘘やろな思うてんけどまたまたそんな夢みたいな話あるかいなそんなにでもまあまあやってみようと思って僕国語と社会が飛び抜けて賢いか賢かって国語なんか大体あんなん この時の作者はどう思うでしょうかみたい出てくるやんかあんなん得意やってんどっちとも取れるような書き方するみたいなでもその時のまあまあ何て言うの山張ったんか当たったんか分からへんけどもバンと80何点取ったんやからもうこれはもう約束ねそうですよねほんだらねラジカセやねんけどな道行くとこにね学校の通り道にねボロボロのね 七夜さんあって昔はあったやろまああとはねでそこにあのお,お,お前だったら分かると思うけどちっちゃい陳列なかったかあったか,ったかなたこうなんかガラスの棚みたいなね毎日通ったそこにねボロボロのねラジオみたいなやつが2,000円で売っとった <laughs> <laughs> 帰り道にそれがないのよ <laughs> 朝これんかそのね国語の得意な黒田保つくんはこれはどういう意味でしょうっていう問題が頭の中に浮かぶわな作者の意味はというよりかは質屋の意味はというよりはなぜなくなっているか答えおかんが買っていったじゃないやんかそれはカセットついてた あのね1個ついててんけど、やっぱ、あの、赤かへんのよな、ちゃんと、ほぼほぼ潰れてんねんな、ガチャっと。でもやっぱ、文句は言われんかったな、悲しくて、うでもな、うそでもまあ、一丁らの服でもやっぱ代わりに売ってるやろし、売ってるかあそんなもん、2000円で売れるかもな。でも2000円って当時、もうちょっと高いってことですよね。あんときね、物が高くて、それこそいいラジカセでも3万でも4万でも、いや、してた、してた、ほんまのラジカセはな。 これはコロダに合わせて今ちょっと喋ってたけど実はやけどもうラジカセブームっていうのは一瞬ですぎんのよある時から根本なんだああ根本ありましたレコードのやつがあって下にダブルデッキがあってレコードをかけたらそこに録音できるそれが13ぐらいなそうでそれがフルセットでいくと20万ぐらいするええ高い高いねそれを正直である程度みんな持ってて持っ出へんや 持ってへん持ってへんそんな高いやつお前昔はものが高かったから大学東京の大学行く人ぐらいさあん時ってレンタルレコードでさ借りてそれでカセットで撮るのが流行ってるからラジカセだけやってもあかんのよそのコンポじゃないと撮られへんねんレコードレコードやアイドルのとか借りたらな俺はまだ中学生か分からへんかったけどさ あの歌詞カードみたいなそこにあの,かその言うたらないろんな女の人が写ってんのよ、はい、全部パッキパキになってる何な,なんか知らんけど <laughs> なんかちょっとなあれ前のやつが昔はね <laughs> そ,そういうものがねなかった <laughs> <あ>だからね探し求めていた <laughs> <う> <laughs> このこのね、はい、このおかずでご飯三3杯いくみたいな感じだと思って <laughs> <laughs> 曲聴いてないじゃないですか。<laughs> でも,でも本当にあの歌詞レコードや俺めっちゃ めっいたな<ー>ほんでテープもそのいいやつにするんですよ自分の好きなやつはテープにも種類があるからええやつはなええやつがあんのよ何やったっけマックスさとかでもすごいねいいやつもうでも安いやつもあんねん安いや,やつもすぐ伸びるすぐ伸びんねんこれ音質とかも変わる<ん>変わる。 全然音が全然ちゃうねもう10日置いたら何しゃべったか分からへんけどもわーい言うて今の時代はでもすぐもうボタンパッていっとったやろそうですねそう思ったも物が高かったね我々の子供の高いねんだから大切にしますよねでもめっちゃ大切にするようってえらいことやがな自転車なんかパクられたらなすぐパクられる自転車は高かったよあんた実際今2万ぐらいで買えるでしょ僕らの時56万してたよねしてた普通のママチャリママチャリママチャリで で昔は僕ら小学校の時ってあのレーサータイプみたいな切り替えがあってなやつ持ってスーパーカーみたいにライトがバカあボタンを持ってたんですよ。<然> <laughs> ライト隠しちゃどないほんで走ったら変速機の中でスピードメーターがついててし子供や25キロ以上になったらこう関係ねえんだもん。にそんなものお前しょうもないんだよ。ほにでそれを4人5人でバーッと走っててでパッて見たら、ま、黒田さんによく似た人がもうこれ小学校低学年のちっちゃい自転車なんやろなぁいうのー、サーカスのクマさんみたいな感じでグワーッとこう。<laughs> 脚力が強かったその子はやっぱり、ね、俺は逆やったな <laughs> お,お菓子ど,どんやかむぐらいでかかったやつ <laughs> あったあの,あの食べるところもガッシャンみたいな,あ,たいなやあるあるあ,あれが便利やいてああ<ー>ずっと乗れますもんねもうん荷台にいくらでもなんか詰めるぜみたいな<そう> <laughs> 昔あのお菓子どんやさんな昔、うん、あの今も駄菓子屋さんあるけどさ、はい、昔の駄菓子屋さんって あの遠くまでおじいがな<う>あの仕入れっきょんねんけど、はい、自転車やねん自転車でこれでもかいうぐらい積んでな知<前>らんお<前>俺のとこ有名な人におっさんおってもうね後ろ見えへんぐらい積んで、えー、そ,それはその問屋さんの人が運んでるわけ、えー、ちゃうそう駄菓子屋のおっさんあ,あ買いに行って 鶴橋まで自転いやねへーほーあれはすごい昔の人はそんなどうも思い出がスイングせえんな。<laughs> <laughs> でき全然岸和田と東大阪の違いだ,うないやいやだから岸和田はやっぱ海の町やんかうちは山っちゅうかは山違はもともと農家やった人らが地元の農家の人が土地売って <laughs>、はい、ちっちゃいアパート建てられてきたから <laughs> あのごつ貧富の差が出たよだから土地なりきみたいなのができてもた <laughs> うて<ー>なるほど。 紀進は正直で比較的お金持ちの人も多かったかな東大阪って中小企業の町やけどうち僕らのほうに行くと奈良のほうに行くと田んぼとかばっかりだったよな俺が生まれた時は。でんかねうぼろけに覚えてるのがねどん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 その田んぼがなくなっていってブルドーザーが入ってきたら覚えてるのとねな で目に一発ガーン当ててさもう目開けた瞬間真っ赤っかなった覚えてるわ <laughs> 泥の人形当てなやったやったやったやろお前 <laughs> 泥の人形当て泥の人形泥,泥に人形置いて泥の人形作って泥に当てねんねん何点とかやんねんけどんで悪いやつがたまにこっち向かって投げてくんのよ <laughs> それが目のとこにガーン当たってなもう真っ赤っかよおめえ開けた瞬間に中が切れたやん親父がそんなこと言うてたような気がする <laughs> いや自然もなかったわけじゃないけどな人を小バカにすると来世偉いゃこんなん <laughs> 小バカじゃない子供の時に共有したいのに並走できへんっていう辛さやんかなん、ね、これはだからねその俺らも言われてたね昔今の子は今の子はって言うけどいやでも本当にもう時代が早く変わりすぎてなまあそうですよね <laughs> 私でもどっちも体験してますカセットも体験してますし CD をカセットに焼いて急激に変わったよね急に MD になって MD 短かったな MD 時代俺 MD 持ってなかったわあっほですか金ない時は2丁目の時はもうなあほんな MD はなかったなだから CD のちっちゃいやつは持ってたかあれ持ってたか俺うウォークマンは持ってたか MD からウォークマンですよね俺その 下にななっててかから音楽なんか聞いてる暇はだから俺90年代の歌あんま知らんねんな実は80年代はめっちゃ知ってんけど、うん、90年代の半ばとかだったら仕事忙しすぎて聴いてた いや昔ね、はい、それこそ僕らがそのデビュー当時っていうのはそのミスチルとかさあ,<ー>あの辺がーっとっも200万枚とか売れてる感じで,、はい、で芸人同士でも打ち上げ行った時に二次会でカラオケ行ったりするのあミスチル歌うやつもおったらシャランキー歌うやつもおんねんけど、はいうん、黒田さんはかたくなにねやっぱり昭和 <laughs> 満を持して昭和。<laughs> <laughs> いや知らんねんもんなんでみんなそんな知ってねんってだっていやいやその時はやっぱりその覚えるんちゃう、はい、俺もなんか自然とあの時は曲覚えてたで今はもう覚えられへんけどけどれてね、うんいやそんな時間なかったぞなんかもう毎日んか毎日の中で「あの時はすんげえベストティヤねー」言ってんか作らなかったや作らなかったけどその分だけまあ遊ぶこともあったから遊ぶから、うん、逆に音楽なんか聴いてる今なかったような気がすんねよ いや、あんた、ずっと楽屋でギター弾いとった。<laughs> あれ、昭和よ。昭和、南こう。いや、正直言って、もうさなんか、すっごい迷惑やって。<laughs> <laughs> <laughs> もう狭い楽屋でな4畳半しかないね楽屋が2つしかない中でやで1人なんかそのギ,ギター部じゃないけどギター好きな人が1個占領してもうずっとなんかギターボロ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 やってんでうるさいしさでなんかええ感じだったう歌とか歌いだしてやなんやこれ持ってきたね <laughs> 確かにそういう家時代もあったな <laughs> いや今でもギター弾いてるやろ <laughs> まあ趣味はよくやった方がなええからななんかあの犬が趣味言うのもおるやんか近藤さんみたいなあ近藤さん新しい犬飼いはって犬の世話で遅刻してはったラジオの入りまた何買うたんえっとねパグやで。 あら自分に似た顔の好きやね、えー、あの人探毛犬ねまあ可愛いけどねいいもうそれですごい元気を取り戻した言うて、ん、その犬のあ前はあのなんか人犬亡くなったからな,犬なくなってもうああんかあのー、山名山名おりやん、はい、秋なのよ、はい、俺この前喫茶ロアって言ってうてよく n g k で近所行くとこ僕一応行くねんけどパッと入ったら山名一人でおってお,<う>おってなってで椅子、まあ、座って二人でコーヒー飲んでてんけど 「なんかあれ昨日ね」って言って話して「うん、山な犬めっちゃ可愛がってね。ねあ俺家の近くで会ったわ。<え>馬車に

豆でででももかかいいちゃうみたなそれが言うにはねなんかこうやってそれこそ散歩させとったらななんかチワワチワワちゃうトイプードルかチワワと違うけどなんか8頭ぐらい飼ってるおばちゃんおってんておばちゃんに「ええよき犬いらっしゃいますね」何匹飼ってはるんですか?」って聞いてんねなほんならちょっとムッとされたらしくて「いやあの塔です」って。 きって言わい、えー、でちょっとなんやねんと思って、はい、山名は、まあ、あいつ勉強できるからあの家で調べてんてとうとう比なんやねんって言ったら、うん、抱きかかえる,える犬は比企らしいしてたあの小型犬ね抱きかかえったら一気やねん小型中型犬でうちもアメリカン国家やねんけど、まあ、1 0キロぐらいあんねんけど抱きかかえるの別に、うん、抱こうと思ったら、うん、で柴犬も抱きかかえるよ、はいうん でもまあ、秋田県無理やろ、セントパーなどはもう無理やから、とうがあるね。というわけでとうやで、だから秋菜いわくは、もう僕の方が追ってたはずなのに、なんであれって言われたやろって言うから、みんな今度追ったときに言えと、すいません、おばさんと、8頭と、8匹、8匹です、これは、8匹でした、やっぱり。で、8匹と1頭でしたねって言えた。 でその一頭なん言うから「いやおばちゃんが一頭なるでしょ」って言った話をしたんですけどもねだからそのそうなると豆知識みたいな話になってきませんおおまあまあねでうさぎは引きやねん。なるはあっ1羽や一輪うさぎは一輪やろ ?1 やろでんでやねん言ったら「昔はその四つ足ある動物は食べたらあかん」とか。 言われとったやんかあ<ー>あそうなんへんねん食事はかわいい鶏は食べてもええけどもあど、うんであだからそ、ね、ボタン鍋もそうやんかボタン鍋っていまだにイノシシのこと言うやんかジ、はい、イノシシ鍋って言うたらもうあかんようになるからインゴでボタンみたいな肉になるやんか <laughs> はいはいはい。 うん鹿、はい、やったもみじ肉とか馬やった桜とか隠語、ね、やなそういう意味なんですねだから桜食べに行こうとしピンとけんやん、はい、でも桜食べに行くれでて隠語でじゃあ馬だなとか馬肉を食べるもんねそう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 それの中のウサギはあの耳を羽みたいなのに見せたらしくてまあ諸、えー、説あるよ、うん っていう話で知らん女の人まで混じでなんか喫茶店の話になってもう雑学のなんかポーカーみたいな感じで湧きあいあいとしとんなおね。楽しそう。タバコ吸える一択でその喫茶店行く。だから俺らは行けへんけどさ。面白い。お前さばばらタバコそれはタバコ吸えるからね。ぼあはつわれ吸えないか今タバコ吸うとこないからそういうあの昭和の喫茶店タバコ吸える純喫茶店めっちゃ流行ってるで。そうですよね。梅田もすごい流行ってるわ。 もうでも相原とかやったらタバコ吸えへんから、うん、喫茶店行く意味あんまりないんじゃんコーヒーを楽しむのコーヒーを楽しみますそこは純粋にコーヒーを楽しみます一人で一人でも行きますあの好きなコーヒーがあればねうん、うん、梅子でもおんならそれか喫茶店行きますねでもやっぱりコーヒーヒのタバコ吸えるとこやったら行けへんやろそうなんです、うん、美味しそうなコーヒーとかがあるような喫茶店って大抵曇。って、うん あの黙々なんですね煙でだからちょっと入るのためらいますね「タバコやめてもらえませんか?」って言ったんやそんなにでも俺が行くとこもタバコ吸えるわそう俺の好きなところは吸ってるな今は口当たりの良いコーヒーが流行りやねろだからそういうとこ全部タバコ合うてやねんでもこれでもかっていう苦いようなところの喫茶店のコーヒーっていうのはやっぱり昔からあるんだそ俺ストロングのやつが好きやからタバコ吸えるわそこでなそこでなんか聞いたらな「いやいやそのタバコ いいや何かコーヒーでねゆっくり雲に寄ってくるタバコの香りも僕は好きなんですよいう人もおしまあまあ合っちゃ合うやろなまあ実際自分らも吸ってたからああそううんコーヒーとタバコはまあ合うでしょうねでそれで考えたらああいう喫茶店がなくなっていくんはちょっと悲しいロアはあるやろずっとあり続けるやろおばちゃん元気やしなロアのママはすごい元気やわ長居したあかんけどね長居したあかん あんまり気になんか人に長生きしたら長生きしたら、はい、ちの島そこでネタ書いたりとか原稿書いたりするから長くなるやんかそうそうそう,そう普通コーヒー飲むとこってそれも OK なはずなんだけどうう、ね、どうやら気に触ったんだな<ー>、うん、380円で、ね、いつまでおんの かか焼き飯はうまいぞ前おっしゃってましたよねロアの焼き飯も好きなやつ芸人いっぱいおんねんえちょっとそれ食べたことないわ一回食べてうまいねんってあれただ量めっちゃ少ないね俺ちょっとそれ嫌やわ昼ご飯として食べれたからだから大は大あっ大はない大もあるんですえ、いってみようほんまに茶わん薄く一杯ぐらいしかないから俺はちょうどええねんけどそれ昼ご飯やでそ いやいやいや稲ちゃんとかヨールでい稲ちゃんよールあとブラックマイルの吉田とか好きなやつ多いんタバコ吸う人なんちゃう稲ちゃん吸えんか稲ちゃん吸ってたんちゃうかな意外あそこ来るやつみんなタバコ吸うで山名もタバコ吸うし吸わなくてもいっていいんですかタバココ吸うも来てるる結構こだわりのの店で普通ーーーヒシシュガアイスにかけロップ あそこ加糖だけやったんちゃう無糖あんの何があ、無糖ある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 で、加糖のやつもあんねんけどもその、シロップ自分のとこで作ってあんそれなかなか珍しいなはいはいはい俺はブラックで飲むかしらんけどシロップ入れんからな、俺コーヒー好きで、でもシロップをその自分のとこで作ってるって聞あ、めちゃめちゃいいです、はいねあでも多分やけど あ,のあれはちゃうと思うミルクはミルクは市販のような気がする <laughs> フレッシュでいいまあいいんじゃないですかそれで十分一回いっといてこうやってロアの洗練所で俺嫌われんです、ね、<laughs> <ら> <laughs> 嫌われたら終わりやから、ね、<laughs> <laughs> そうテーマでございますけども、うん、まあちょっと子供の時のね話に、まあ、してましたからまあちょうどいいなと思って。 そ,れこそあの僕のところで両親がまあいなくておじいちゃんおばあちゃんに育てられて、はい、1か月に1回ぐらい親父が会いに来るっていう時なんですけどまあそのせいもあってねちっちゃい時からもうずっと流行りのゲームを持ってたんですよお<ー>それこそ親父が買って,買ってく,れるくれんねんもう1か月に1回しか会えへんから気使って気使ってまあ欲しいといえばまあ買ってくれたら<お>ファミコンの前にブロック崩しも持ってたし親父やなおい テニスのやつとかもあってファミコンあってスーパーファミコンあってとかあったやんかプレイステーションもずっと12ぐらいまではずっとセガサターンとかい全部 PC エンジンとかゲームボーイとかもうほとんどゲームボーイもだから5種類6種類とかカラー来るたびに新しいゲームボーイとか僕は何の話か分からんけど結構買っててで むちゃくちゃゃくゲームが好きほんで仕事をあの暇な時もそうな結婚したばっかりに、はい、俺ずっとゲームやっててへ<ー>それこそ夜8時に晩ご飯食べ終わったら朝の5時とかまで暇の極地やろ新婚で、はい、ほんで <laughs> ある時に、はい、これほんまに時間の無駄やなって思って <laughs> <laughs> ねっ ほんでもうゲーム立ちみたいなことをもうして十何年かな<ー>だからまあ携帯のゲームちょこちょこやるぐらいやったんやけど、はい、まあ実際あの今のゲームの進化あなた知ってますいろいろ知らんフォートナイトとか知らん もうそれこそもう入っていろんな人とオンラインゲームでいやなんかそんなん言うけどなんかボアナありそうやかグラフバックとかもすごいんですよね <laughs> お,お金使うって聞くやんかいやそれはだからだ無料やん無料ダウンロード無料やけどなんか困った時にはこれ買えみたいなやろ <laughs> 無料ダウンロードして自分の衣装とかはそれはあのお金俺は見るやんほんで俺だけ腹ん坊やったらお前 <laughs> まだそこで差別が生まれるやろや。おんでおんでずっとその。言われるやろ。<う>俺見るやそ。そういうのがいやいや,やみたいな。<laughs> みんなこうイヤホンにマイクつけて、<laughs> お、あいつ来た、あいつ来た、お、裸がも来た、とか。<laughs> 言われるけど、まあ、言えよ。それもまあ、あのスイッチで、はい、ちっちゃい画面で、まあ、子供たちがやってるの横で見て,て、あ、面白そうよな。でも一回やったら、俺も絶対ハマるから、やめとこうと思ってて。で、ありがたいことにさ。はい、プレステフイブ出たやんか。であれが、めっちゃくちゃ欲しかったんやけど。はい 品薄で全、ね、全然手に入へんんねん今もう全くない半導体か半導<ん>体もそうやしもうあのコロナでみんなすごい買うから全然回ってけえへんであもうこれでプレステ5も諦めた方がええなって子供たちも欲しいけどええなと思ってある日嫁さんがどっか買い物行って帰ってきて、はい、そのンボールみたいの持ってきたからなそれ何やろと思ったらそれが。 プレステ5、えー、奥さんんもやりはんのいや嫁さんがまあ欲しい欲しいと言ってて近くの上司に申し込みをしてたんやってほんなら1か月で5台だけ当たるんやってそれ買わなあかんねん<そ>、はい、で1か月で5台のやつにすぐ当たったんですよなかなか当たらないっていう考える時間がもう全然くれへんねんってすぐ買うか,やめ,とかうやめとくか決めてください、えー、で、今買ってこれをすぐ売ったって プラス4万5万で売れますから買った方が得ちゃいます言うて持ってきたんよ俺たち売るわそれ俺たち売る売るだから家族会議が始まって3対1で使うにだったんよ奥さんだけがやろ奥さんが奥さんが会ったのにほんで俺の部屋に今つけていややっぱ面白しいねゲーム今ずっとやってるんですか今ずっっとやてるわ ずっっとやてるわ俺ファイープロレスリングプロレスプロレスのやつむっちゃ面白いねん何のプラスもならんで何のいやそれがそんなことないで自分自身に組み立ててプロレスをなプロレスラーを作れるねな、自分にこう使いたい技とかを全部こうエディットしてまあ大戦あで黒田でもええやんかまあもう続き一本やりなんでそんなことバレるいじめられてるやんかそれでやってあやっぱり 流行るるだけの理由があるなと思いましたす,、ね、すごいですわ映像とかでそこであれも見れんねんでアマゾンとかあそうですねそこでも全部見れんねんまあまあでもそ別に俺ゲームそんなな六、うん、6万円わあ、なかなか、ね、万いい値段まあまあ、ね、とあカセットは買わなかったカセット俺はまあまあ本体は買ってもらったからカセットは買うけどねでそれが1万円とかやろ そこまあやって1個が6000で10個買ったら6万円で12万円で12万円で12万円万円で12万円12万円で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 12万かで12万円で12万円で12できます円で12万円で1できるし今カセットいや俺はもうそんな万円で12ないで12万円で12万円で12万円で12円で12万円そう思ってで12万円で12円で12万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 円 面白いでもや,や,やめときないやんかそんなんてなまあでもさあ大人やからまあ、こ子供だから横で勉強してたりしたらやめたりもするやん、はい、ねさあテーマ <laughs> やめていたけどまた始めましたということでございます、はい、来週のテーマはやめていたけどまた始めましたです採用された方には特製ボールペンを一番盛り上がったメッセージをくださったお一人には現金3000円をプレゼントします来週金曜の午前中までに届くようお送りください宛先ですファックスは 06-6809-909006-6809-9090メールはすべて小文字でおばあちゃーん -mbs1179.comobachan-mbs1179.com はがきは郵便番号 530-8304MBS ラジオソレイケメッセンジャー今週のテーマ係までたくさんのメッセージお待ちしています昨日性屈下のエコノレッグとオリジナルグッズ制作のスコアレイジャパンがお送りする今週のソレイケ目線さあ行きましょうかはい、はい、まずは梅山セレクトサイゼ論争 数年前から初デートがサイゼリアはありかなしかという論争がネット上で起きていてこの論争が再び注目を集めています初デートがサイゼじゃいやサイゼリアでの反応を見て可燃目当ての女性を排除できる楽しく過ごせればどの店でも良いなどさまざまな意見が上がっていますサイゼリアって俺行ったことないあ,あ、そうなん本当ですかあ、じゃあね行ってみてください、うん、美味しいですよ美味しいですあ<の>いそういう そういうスパゲティとかやろピザとかもあるし生ハムとかそういうおじさんがすごいハマるんですようん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 ういうん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 かんうってんう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 んちゃうんうんんう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 うん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 んうんう 奥さんとお二人でいてもね、全然てるよそんなの全然普通にいれは何やこれ、安いからあかんってことか今、言ったみたいにご夫婦でとかカップルで来てる方ももちろんいらっしゃるんですけど初めてのデートがサイゼリアっていうのはやっぱりちょっと先が実際あったんですよ、私。 初めてのデートでサイゼリアはいそれはどの店もチョイスできるのにいサイゼリアしかないとかじゃなくて,じゃなくていっぱいいろんな店があると<え>それは何が嫌なお安いから何、はい、なの俺サイゼリア行ったことないから分かる嫌、まあ、な正直言ったらすごいお手軽感やわはい一番安くて290円とかでドリア食べられたりするんですよ なので初デートって別にそこじゃなくてもいいんじゃないかなと思うんです仲良くなってからとか付き合って夫婦でとかはすごくいいと思うんですよむしろ行きたいのはうちは子供が行きたがるから子供っていうのを感じやろそのイメージがあんねんだから何を大人で来たって聞くとおいしいかおいしいか分からへんや本当にあの いてはるよ別に普通に夫婦で来てはって食べてる人も多いからワイン飲んでチーズ食べてとかワイン100円やね円頭痛なるやろそれ絶対そんなことあれへんな普通においしいよ普通に美味しいよ普のワインまあまあええけどでそのここにも書いてたんですけど金目当ての女性を排除できるっていうこれ多分男性側からの意見だとは思うんですけど女性からしたら 初めてのデートがサイゼリアって、うん、こっちからしても何かこう今後のデートのお金の使い方とか分かるなって思ったことが一回あってそれはまあだっていくつの設定かいうのもあるんちゃうの、うん、学生とかやからサイゼリアでも全然ええんちゃうの学生,で学生、えっと、社会人になってすぐぐらいなんですけどあ<ー>まあでもお金があるじゃないですか、うん、相手はないぐらい同い年でしたもんね また,また別に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 子供とに別れた嫁ゃんで,すけどで結局、はい、あのその人と付き合ったんですけどその, <laughs> その後、うん、である日デートでレンタカーを借りて山に行ったことがあったんですね殺されるやつが違います。<laughs> 山にいったっていう言い方もどう。あ、ハイキングとかキャンプとか行くとか展望台に行くとか夜景見に行くとか山に。山に殺されたら殺されるのかって四国カルスト？カルストを見に行ったんですよ。え？カルスト。何カルストって？なんかカルスト。自然です。はい。カルストっていうの。はい。知らんわ。四国カルストっていうのが。全然わからない。カリス。 あ、最初、四国の山のこと。山です、山です。はい。お前、知らんがよ。山って言ったじゃないです。か四国の。六甲山とか、言うてくれ行くとこないから、そう言ったよね。そうそうそう。行くとこないからなんですけど。山行って、で、その日、たまたま、その。普段、通れる道が、なんか、工事かなんかしてて。ちょっと細い道しかなかったんですよ。それは昼間に。あ、昼間に行きました。昼間、はい、はい、車でね、レンタカーで。行って。で。 上でカルスト見て牛とか持って楽しいなって言って帰ってきたんですねでレンタカーやから車返しに行ったら傷がいってますとああ山やからきたいだから木の所ないつもより細い道だったので結構傷がいっててでまあ弁償してもらわないといけないうわ結構きついでもあんま山行く設定してなかったかもしれないでもそれって借りる前にちょっと保険入ってたりとか保険入ってたんですけどまあ 例えがサイゼリアの男なんで保険入らなかったんですよなるほど1000円だけ時計はちょっと1000円2000円でねやるとっいた方がよ入ってなくてサイゼリアはもうそれは保険入れんねんそうでも聞いとったやろ保険入れへんっていうのは聞いたんやはいはいはいでも運転も自分が変われないからペーパーなのでだから私が何か言ってもちょっとややこしいかなと思って任せてたんですよほんだらあのまあ弁償いくらかかるかわからない からまず初めに2万かかりますと手始めにで2人だったんで1万ずつ払ったんですねえそれも出してくれへんのだって運転してんのその彼氏そうなんですよ1万ずつ払ったんでも今ないから貸しといてやったらまあ分からんでもないけども違やけど彼女と出るすなに2万持って帰っでもまあこっちとしてはその私運転してないしずっとしてくれたしなっていうちょっと後ろめたさというかあったから払ったんですねお人よしやな うん、<laughs> で後日、うん、まあその車をどっかに持って行っていくらかかるかっていうのはそれがその彼氏の名前で車借りてたから、うん、彼氏に連絡が来たんですねそそで合計4万なんぼかかったんですかまた別でそれがそのえっと 紙で、うん、手紙で届いたらしくってうん、うん、その手紙を写真撮って私にちょうどあのマーカーで線引いて写真送ってきて、うん <laughs> うん、で4万なんぼやからワルニーで2万なんぼお願いしますって来て結構たってたんですけどもういな,ないわと思って、うん、一回ちょっと LINE うざいなと思ってブロックしたんですよ。<laughs> 付き合っは <laughs> はい払払いたらしちょっともう、はい じゃ付き合ってんのにブロック、はい、いなかなか珍しいなもう一瞬でカレーで冷めたやんやね冷めって、うん、ほんじゃ、うん、フェイスブックのメッセンジャーからまた連絡来て、うん、らなんか LINE 既読にならへんかったからこっちで送ってみたって全く一緒の <laughs> 僕は付き合ってるって思ってるんでしょだっ,って別れるも何も言うてへんから、はいはい、えでもほんまにちょっと無理と思って、はい、ほんで まあ払ったんですけどまた払ったお前いやもう,はもうそこまでブロックして別れる気やったら正直は私なんで払わなあかんのって言ってもよかったんちゃうのな私運転してるわけでもないし後から言われたら面倒くさいなと思ってもうお金で解決するんやったらまあ一応言うてもアナウンサーの端くれやしそういうことかそういうことかそうやないでもう2万払うわ二 2>, 2万ぐらいだったらもうええとておかわり その代わりもう一切連絡してこないって。むちゃくちゃ強いな。で他の女にも絶対こんなことするなよ。じゃって言って。切った。終わりました。そのまま連絡なし。はい。あもうだってブロックしたもん。あのしましたもん。メッセンジャーの方も。セイド。メッセンジャーブロックしたみたいな。気持ち悪い。セイドサイゼリアの時にその時はあ。 とは思ったけどやっぱりすぐ許してまうやなそうなんですよギッシャンがよく行く僕も知ってる共通の占いのおばちゃんが「海山ちゃんむっちゃくちゃ男ん丸や」めてく言われて今の話聞いてもないろんないろんな向川さんも見るしロッケさんも見てるしギッシャン見てるけど飛び抜けて男ん丸や やめてください、どうしたらいいだめ男が好きなんねん、だめ男のことが好きなんねんって、しょうがないわな、だって大体、イデリるがええか悪いかじゃなくて、気持ちやんか、言うたらな、ちょっと無理してるなというのが分かるときあるやんか。何がええの、最初の出たら、サイデるやったら、スシローとかで言いやったんちゃうか、やべ、せめて、例えばね、カウンターでちゃんとしたところで、でも、無理してるの分かるけど、人呼んどいてっていうのがあったんやろ。 そこでもう親と子やつうになってやろそやけどそこでさ親と思ったら付き合えへんやんか何で付き合っても何で付き合ってこ何やかんや言うてもサイデリアでここはここ違いますそれは違いさすがにそれはちょっと嫌ですからサイデリアサイデリアこんなやったらまた森さんに怒られるわ「母さんも言ってますやん」みたいなそれはもう付き合ってもう女んもう付き合ってから 初めてのデートやからい<や>そ<の>なんか案の定やったなって思いましたでもその,その前は何で付き合ってんなそれやったらに匂いで分かれんからこうやってんかせこそうやなとか<や>だからかかその もうなんか分からへんけど男やったら誰でもええんちゃうなんか脳書きばあばあ言うてるけどさ<う>あかんようなとこ今いっぱいっぱいそんなマ万の保険はまあ入らん人もおるかもしれんけど <laughs>、はい、それで傷つく自分の運転で傷つけてやで同乗者にちょっと金出せやって <laughs> それはなかなんかそれでうんって思って出すっていうのも いやでもなんかその運転してないしなっていうのがすごい罪悪感だった、ね、前からそういう序章はその最低限の後もあったはずやねんてっそれに気づいて,て,んねんてるいててんだっだからもうあれやろそのホテル街でも一番安そうなとこ行くやろ <laughs> でしかもそのおばはんが出てくるような,なおばはんが出てるでキューサービスタイムのもう,もう絶対この時間に出るんだみたいな,いいやな <laughs> めっちゃ嫌じゃないですかそ絶対そんな人って多分そうやと思うわいやでもほんまにもうそこ山夜夜じゃない昼見に行ったんか昼に行きましたほんでそこでさ 山道入ってさ牛もおったらそこで大概やけどな、はい、そういうとこでなんかあいスソフトクリームがあったりだとか,なんか牛乳搾りだとかそんなの何もやらずかむしろそこで払わないためにスーパーで最初にお菓子買ってそれも割り勘だったんですよ<え>お菓子終割り勘どうしましょう、はい、<laughs> うわ,うわお菓子割り勘ってなかなかやぞそうですよね私かその日にもうないわと思ったんですほんまにいやそれもずっとその前からそんなんやったんちゃう <laughs> そんなな付き合ってある程度だったらお菓子割りかやでそりすごいなあんまりご馳走はしてその人にはなかったですねそこらもう全く連絡なし向こうはもうもうええって感じのもうだから全部シャットアウトしてるんで私はその人好き強いな俺はやで今の話聞いてどっちもどっちやったんでですか俺はその人だけが悪いんかなとは思うけどブツブツ言うてるでいまだにあいつは。 俺に保険かけよれんかったか <laughs> なうまいこと言うてな違いますけどはい。以上今週のそれだけ目線でした <laughs> パチンコスロットスーパーコスモグループの提供でお送りしますすいません相原ですがどうか背中をさせていただけますか神様ありがとう このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーナです、はい、前回のお悩みでございます、シ、はい、ムスのボーダーさん、都内在住の24歳で1年ほど付き合っている同い年の彼女がいますと、初めての彼女で結婚も考えておりますが、<laughs> 生活のズレが気になっております、<laughs> 共通の知人の、えー、男性の家に遊びに行き、朝まで、えー、泊まり、早朝に電話をしてきたり。 電車が来る5分前にトイレに行きたいと言い、電車を逃すなど嫌気がさせておりますと、うん、ただ、今後彼女ができる自信がありませんと、どうしたらいいのかわからないと、うん、まあ彼女は悪いと思ってないから、これは治らないし、まあ、そ,れはそれがええことか悪いことかって、倫理の問題なんでね。はいまあか 嫌いや,いやと思ってるわけですよこのシムスのボーダーさんは。そうですね。でこれ、治れへんのではないかと。ただ24歳でね、なんか運命の出会いとか、このまま彼女がでけんのちゃうかとか、なことはないと。まだまだだって24よ,24よ若いですよね。これからやんか。いや、ほんま、今なんか逆にんな。逆に言かと30ぐらいまは、あの、女性とね、いろいろ経験してっていう、はい、考えてもおかしくないやん。はい、でね、なんか勘違いしてると思うんだけど、結婚したらなんか男が大人になるみたいな言い方するやつおるけど、うせや,やで、あれ。<laughs> の部分が露呈されるよねなんか「僕結婚してるんです」って言うけど大したことって成長してへんやん女の人はねある程度ねんか責任出んねんけど俺男のやつで若くて結婚して責任持ってるやつ見たことないもんだから結構奥さん苦労しはる人も多いよね多いよな女子の独身気分も抜けへんしそうそうで子供気分も抜けへんから現ない俺俺やないさっき聞いたなはいお返事は 来てないですね。来てない。はい。そういうとこやな。前々からね思ってて都内在住の二十四歳ってこの都内ね聞いてるやつがおれへんよ。こちらの味は聞いたことあるかお前都内で。東京都内やそれ以外どこにあるお前。京都都内やまあ俺でも二十四歳でしょ。多分彼女で来へんと思うわ。俺も。急に変わるじゃないですか。うん。変じないかほんまに。ちょっとね来てない。あともう一個の疑惑はあれちゃうんか。 若いやつも聞いてますよみたいな <laughs> <せ>大月さんとお前ハッサがやらせ書いたんちゃうんかめちゃめちゃ悲しい大阪やったら住所おいら分かるからさ <laughs> 東京やったら分かれへんやんけ悲しいこれあの24歳の同級生の女の子の悪口言うてるけど俺,俺はやで、はい、どっちもどっちもしくはこの彼氏の方が悪いんちゃうかなちょっと思ったら俺は分めちゃ罪が重くなってますけど <laughs>、うん、変な顔してるんちゃうんこの24歳の。<laughs> いや俺も想像やけど変な顔してるでやっぱしななその顔がブスとかブサイクじゃない変な顔やだから返事をするべきちゃうかな一週間あてんから一週間あってんから「だいぶいいまで来てくれ」とか「場所に来てくれ」やないやんか今やそんな携帯だアホみたいにしてる子もやな 話えし基本暇やもんこの人 <laughs> そんそなななことといい仕事ししてて思うままたおお待ちしております今週の、えー、お悩みです姫路市のラジオネーム「エビフライ」という女性の方からです。 うちの主人今年還暦になり、今勤めている会社は定年になります。六十歳後か。はい、そのままシニアという形で六十五歳までは勤められるようです。おお、なるほどね。これでも。それはいいんですが、うん、相談したいのは勤務形態についてです。勤務形態。はい、シニアでも今と変わらずなんですが、一つ目はボーナスなしで六十五歳になるときに二百万円支給されるパターン。給料が結構ななるほどと下がるね。はい。そして二つ目。 今までと同じように給料、そして年に2回のボーナスが出る。パターンすごいよはい。私は後者2番目のそのボーナスをもらう方を希望しています。ボーナスって急な出費に役立つのがありがたいですよね。例えば、急に洗濯機や冷蔵庫が壊れた時とか助かります。5年後に200万円。 嬉しいけど長いですよね。主人にボーナスもらう方にしてと言ったけど書いてくれません。どうしたらいいと思いますか。いい方法はないでしょうか。なんであの五年後に選んだんですかね。そのご主人さんは。そうですよね。これでも六十五歳になるときに二百万支給されるパターンやけど、はい、あのまたあれが違うんじゃないですか。いろんな形が。うん うん、給料の形とかが入る絶対そうやろだって、うん、今までと同じように給料をもうて年に2回のボーナスやったら普通に考えて2番の方がええやんか絶対いいですよねやろでも、はい、ボーナス1番はなしやっていうことはえっと給料がもうちょっと上がるんちゃう、うんプラス 給料が大体こういうパターンって60歳定年まだ会社残りますかとほなら変な話20万手取りで持ってたやつがその代り10万になりますよだい大体みんなそうやんかそれでもいいよってそんなのっ陶しいからっていいよって鬱陶っいしだけは仕事したいって思う人と好きなように行きたいっていう人2種類あるやんかそれは自由やけども多分ねこの一番の方はボーナスない代わりに毎月の給料高いんやもうんならさいや旦那さんからするとさ好きな 物にお金使えるやん,んせ,やせっかくーボーナスやったら嫁はんにでも持っていかれるみたいなそうですね。これでももう、まあ、奥さんの気持ちはすごい分かりますけどもう60まで勤め上げてそこも立派じゃないですか、はい、で65で、まあ、その2番の200万にしたいっていうならば、うん、あえてそこはもう 好きなようにっていうのもいいんじゃないですかね家庭事情分かれへんけどねただ中にはおるやん夢やった父のバイクが欲しいみたいなそんなが一番奥さん嫌やと思う買ったれよバイクもうその200万をもう何か使う気やろっていうのがあんねん5年後200万やってどうせやでろくでもない三輪バイクとか買うんちゃうかあっという間に売れんちゃうかと。 カッチ悪いこと気付いてなぁ怖かった何が怖いバイクがやっぱちょっと怖かったこれ二輪がいや三輪三輪三輪や三輪だ大丈夫と思って乗ってたけどどっかでも怖いのよねあ。からバイクを安全は思うでだってセコムの人が同じバイク乗ってたでも怖かった三輪でも震えなから乗ってたもんいやもうええで。 俺でもねこれはもうその60までね、はい、やったらいろいろこう、まあ、生活のお金使いたいんですのわかるけど、うん、もうこの,この5年間はある程度ね,うねもう仕事行ってくれるだけで。 いいわとはなならんかなまあそれもう奥さん次第やで、はい、それ本当にもう、ね、いやいやうちの旦那ねって言い出したらまたきりないし,ないしでまた冷蔵庫が壊れた時のその蓄えぐらいはその給料の時からちょこちょこ置いといてそっから出すとか、はい、冷蔵庫やったら大体まあ10年に1回ぐらい買えなあかんよやんか20万ぐらいするの万ぐらいするなまあ家族をってただ今も子供さんも大きになったら2人だけやったらな<ー>そうやねんでローンも大体さ終わってるやんサラリーマンの方は60にもなるやんね だからまあそこは俺,俺男的にいくとか男性させてあげてほしいなあと思いますけどせっかくなただやっぱあれかなその5年間生きてるっていう保証もないしなっそしっちですてっらっかでいいやっぱりそのもらう時は毎年しっかりしっかりもらってた方が間違いないやんで5年後って言ったらまあしっかり健康でおりゃええけどそういう場合はこのお金もらえないんですか

まあそうしましょうか。<laughs> ちょっと今回は目をつぶって、まあ、気持ちわかりますけどね。はい、いただけたらと思います。はい、えー、皆さんもうっすら知ってる愛原に迷いをぶつけてみませんか。迷っている事柄を詳しく書いて送ってください。採用者には愛原直筆識紙とボールペン、ステッカー、キーホルダー、そして梅山お手製千濯札をお届けします。はい、はい、えっと識紙とえー、ステッカーを2枚。はい。 で梅山さんのキーホルダーを一つ差し上げたいと思います。もうだって、だいぶかけてきたよ。向川さんだけが十二個しか出てへん。あとみんな二十二個、二十二個。あ、そう、まだあるや。まだだいぶあるよ。梅山さんのキーホルダー一個あげようね。はい。はい。むちゃくちゃちょっとずつ出すからな。お楽しみなさってください。それではいただいたメッセージをご紹介しましょう。今日のテーマ。思わずニヤリとしました。たくさんいただきました。大阪市はラジオネームソフトクリーム。 <何>という女性の54歳の方ですねえ遊びに来た義母は首から大きな新宿のネックレスをしていました、うん、それを見た小学生の息子がああ豚に信じやと叫びましたよく言った私は思わずにやりとしました子どねまあ義母っていうのはもう永遠になんか あれなんかな。でも、ほんまに、まあ、に一つだけど、仲良いところもあるみたい。あるあるある。そうなったらいいよな。だって、梅山ちゃんもさ、今後結婚した時に、旦那がどうのこうのより、基本。嫁姑。これよ。絶対うまいこと。俺もそう思う。いね。運悪いね。俺がタロットで見た。 全面的に旦那は義母の味方をする味方するわ釣る,る男と結婚する <laughs> でも最悪ほんまにやめてください、えー、ラジオネームイモ,はロイモロックはちょい水れさんミキシの方です先日近くのスーパーで卵が一パック九十九円の売り出しがあり、うん、嫁さんから買ってきてとの命令を受けて、うんえー、開店前に行きました、うん、スーパーに着くとすでに行列ができていて僕は最高日に並びました100 キャッ,パック限定で僕は買えるかなと思っていると 2>, <ー>2人のおばはんが前に並んでいる友人らしきおばはんのところに割り込みをしたんです、まあ、しかし警備員が見つけ汚いおばはん2人を最後尾に行くように言いました <laughs> ま<る> <laughs> <laughs> しぶしぶ後ろに回ったおばはんスーパーが開店し僕は無事に特売卵をゲットしかし汚いおばはんまでに卵は完売 <laughs> 僕はうれしくて思わずにやりとしましたあまあまあでもってなうもう命がけやもんなそうです 卵そんな安く買いたんや、ね、やっぱりないやそれは気持ちわかるただその何時間待たされたか何分待ったかによってちゃうでそれ時給換算したら、はい、50円とかぐらいやったらもうええって思っちゃう時間例えばわからへんね40分と五50分待たされんねやったらやでそうです、ね、どうせ暇やしなな、うんで勝て仕事ないこと言ってんねお前卵並んでる人。<laughs> 舞、えー、鶴市の現在別居中でひとり見さんですね、はい、忘れていた D ポイントの還元がなぜか嫁はんにではなく私の携帯に入っていたのを発見2万ポイント、えー、嫁はんは忘れてるから思わずにやりコンビニで酒やつまみの買い放題わらばーこういうのがあんねんね、あのー、キャッシュレスのやつはそうですよ、ね、うちの奥さんがく、あ、じ、のー、運強いって言うたよんか、はい、100万円も2回当たってるんですおおすごいね今ペイペイあれやってるやろ、はい 回一出して何れんのただ全額全額10万までのもやだただ1回目は大根170円で当てよって何やこんな170円だと思ったら次1万ぐらいの自分これ犬のカットそこもペーペーやっててよったら一棟ただうお店は困れんよお店はペーペーからもらえるから。 今だからなペイペイでみんな買い物してるよな。流ってます。私一円しか当たったことないですペイペイ。あの三等か。三等です。あれ恥ずかしよな。ペイペイも当たらへんな。やめてくださいよほんま。どうしたら当たるか教えてください。当たらへんねん。二等やった半額やねん。ええすごいね。で今ペイペイ持ってる人はまああのやったただねあれなんでとかいう恥ずかしいとめっちゃ大きい音ね。あれ何度かならんのかよ。恥ずかしいですめちゃくちゃちょっとやってみようか。やってみてください。お前無理あかんわ。お前お前機械音じゃからそれペイペイじゃりますよこれ。それあれちょっと それエロのビデオですよ。<laughs> <laughs> これぺろぺろちゃいます。ぺろぺろ。ペロペロ。ペロペロ。あお。あお <laughs>。ええー、枚方氏のラジオネームボヨヨンおばちゃんさんからです。主人がいらない本を捨てといてというので、何気なくペラペラとページをめくったら、一万円札が一枚入っていたではありませんか。ま、主人は本にへそくりをしてたことをすっかり忘れていたんです。もう,もうにやりどころか、舞い上がりました。絶対主人が触らない冷蔵庫の野菜室に入れておきます。私はへそくり場所、絶対忘れないよ。 あんまり俺へそくりっていう意味が分かれへんねんけどそれだからお前がお金の管理してるからやんか普通奥さんに管理されてもてお小遣いせんやんかたまらんらしいで僕いつもこのラジオでお話しさせてる鳴門寿司っていうお寿司屋さんね大将のいつも今日繁盛してるなと思うやんかカウンターパッと見たらもうカウンターで6席7席あ全部同級生やでやっぱ仲ええな で、いいでね、この前投げとったわ三千、うん、円とか飲み放題でむっちゃくちゃおんねんって時間、えー、3000の飲み放題な、うん、そのお店ほんまそんなんないんだけどあ同級生やからなめちゃくちゃ飲む7時間ぐらいおんねん でもねやっぱりねみんなそうやから言うけど、まあ、僕はその、まあ、内のマスター曰くは、まあ、商売人やからええけども、うん、やっサラリーマンの人のみんなサラリーマンやんか、はい、や小遣いたるもな、うん、やっ息子娘が大学行くあ。かかるかかる。 だからもうほんまに同級生の人らが鳴門土のマスターを神様やみたいな3000円でそんだけ飲めたらないいですよね6杯ぐらい飲んだらもう元取れ全然帰れん帰ってもええことないしなそうですねはいではどなたにどなたに差し上げましょうかせやなやっぱり嫁姑のやつかね豚にえちゃうちゃうでしょ豚に新常のああそうですかですかね えー、ソフトクリームさんですね。はい、二三千円プレゼントします。たくさんのメッセージありがとうございました。それでは、今日の三千円当選者の発表です。高知市にお住まいのラジオネームマリアさん、丸亀市にお住まいのラジオネーム匿名希望の匿名子さん。大阪市西成区にお住まいのラジオネームペコリンさん、以上の三人です。おめでとうございます。前回のそれゆけグルメ、三重県産。 1> サザエ1キロ当選者の発表です草津市にお住まいのラジオネーム滋賀のつぶあんさん阪南市にお住まいのラジオネームぼんちゃんさん富田林市にお住まいのラジオネームサンショさんしさん以上の3人ですおめでとうございます,います来週も番組にいただいたメールファックスおはがきすべてのお便りの中から抽選で3人の方に現金3000円をまた3人の方にそれ受けグルメをプレゼントします、はい、今週は鹿児島黒豚の焼き豚ですおー焼き豚ええー、ないいですね もうなんかこう当てに、焼き豚はですね。はい、玉賞、児玉賞が言ってた。必ずおところ、お名前、連絡先、電話番号、明記してお送りください。プレゼントの応募には、合言葉が必要です。はい、今日の合言葉は。キ茶ロア。喫茶ロア。喫茶ロア、たくさんのご応募、お待ちしています。はい。さあ、ここで告知ございまして吉本アカデミーからのお知らせです。相原、ずっと。 吉本アカデミ告知したラジオお願いされてますのでいろいろね学校が増えておりまして今年40周年を迎えるお笑い養成所 NSC これは我々も出身しておりますけどもスタッフの養成所も始めました YCA 吉本クリエイティブアカデミーですあとパフォーマーを育てる吉本パフォーミングアカデミー吉本のデジタルスクールもあるんです 吉本デジタルエンターテインメントアカデミーこの4校のカリキュラムを高校3年間で学ぶ吉本興業高等学院という5校からなる吉本アカデミーはただいまですね2020年度生徒を募集中です詳しくはホームページをご覧ください,いよろしくいろいろありますねいろいろやってるみたいやね,ね<ー>はい、えー、こちらはですねこんにちは 大阪で元気してますか元気にします笑顔が一番可愛い,い梅ちゃんにおすすめの検定とはズバリ笑顔スペシャル検定一級です <laughs> アナウンサーの目でに出る笑顔はインフルエンサーそのものですって来てますよ <laughs> ああ、相原さん、漫画をやめてください。あの、YouTube の幕では、ちょっと、あのね、いろいろコーヒーもやりたい。なるほど。の検定がいいかっていうの、ちょっとじっくり喋ってみたいと思います。あの、ユーチューブの方もね、ちゃんと伸ばしていかんと。あ、そうですね。はい、はい、はい。あの、お願いしますよ。お願いされました梅ちゃんの時、伸び率悪い。やめてください。ほんまに気にしてるんです。それ。めっちゃ気にしてる。お相手は私、目線じゃ、黒田と。梅山あかねでした。また来週。さよなら。 おまけのコーナーはいえー、梅野さんに対してですね<っ>あのー。 おお手紙がいいただいておりまして、はいはい、検定のほうなんですねラジオでも愛しの警備員さんですねす、はいえー、梅山ちゃんにおすすめの資格検定は警備員の資格高級誘導お交通誘導2級です<ー>この資格を取って日曜日だけ警備のアルバイトをして <laughs> YouTube で流しましょうよ <laughs> <laughs> まだまだ男性が多い警備業界、えー、釣りガールならぬ警備ガールで人気沸騰おじさん警備員にもてもてになること間違いなし最近は20代30代のイケメン警備員も多いので<ー>出会いのチャンスもあったりして、えー、2日間の事前講習と検定費用 合計6万5千円ぐらいで取れますとまあまあするなただねもう分かってらっしゃらないですね梅山ちゃんはね実はお嬢さんなんですよそんなことないですよ私立のねいあ一人ってし。一人っ子やしねだからもうそんなお父さんお母さんが許すわけがないうちの娘は言うても徳島で NHK のアナウンサーやってたんですよ 言うてたのに「いやおたくんとこの梅山ちゃんそこでガードマンやってますらクライドが許さんか」でもそのお嬢さんの梅山さんの口癖は「金がない」ですからお金ないんないお金ないっていうのはね今お母さんが言うてみりゃな あのライオンを崖から落とすみたいにあ,<れ>あんねんでこんなおかずに貯金してあんねんそれはお父さんもお母さんも一<あ>人娘のためにそんなもんな,んな、ね、いやそりゃそうやってですか下手にお金なんかあったらまたあんなもう,もう,もう親分かっとね、うん、イケメンすっきからまたホストみたいなや当 <laughs> <laughs> ってことやなだまされてやろ。 ななもうそらそれをお母さんお父さんもそれ心配やねんってお金はとりあえず渡さん方がええと冷静にやで俺らも分かってるもんお母さん箱入り娘のお父さんな見たらみんな育てて言えへんで言えへんけどこのラジオは反対やと思うな 正直なお前が親やったらどう思うたぶんやけど、最初はまあ喜んで聞くやんワッっと思って消したやろそんなことないわあタかっていう感じやろなそれはわかるもんだからああいやらどう思うガードマンガードマンはまあいい出会いが俺ありそうな気するけどなああいやガードマンやっててあ、そうなんですかあ、お前なかったやなハムさんばっかり全然違うじゃないですか嘘ついてるやん自分ばっかり休もうっていうおっさんが 新人ばっかりただしといて自分ばっかり休もうっていうこういう差が多かったね <laughs> 俺の時は当時な、うん、30年前やすごいギスギスするねみんなしんどいからそうですよね結構,<の>結構体力そいい<ん>ではなだねし,しんどいかただ立ってるだけのしんどさなんか作業してたらもっと時間であの早く終わるんやけど、はい、ただただ立ってるっていうこれはもうほんと1時間が。 何時間にも感じるよそれはね、多分ね、性格の問題でね、知り合いの旦那さんやってるけども、むちゃくちゃええ大学出てはんねんけど、でも人間関係に困って、ええ会社勤めてけど、結果論として、一番合うのが、そのガードマンというかね、誰にも喋らんと、そう、一人でずっと立って、それがいいという人も、ちょっと黒田さん、レアケースちゃいます。たね。 人が多分くつってんゆがってそんなこんない八時間経ってみすごいよ本当にほんまに大変そうですもねそこでラジオでも聞けるんやったらえけどまああんまりねそれも聞いたあかんやろしたまにおじいちゃんのあの誘導があれなんか調べたことあんねんけど行け行け言うから行ったら前から車を開けてきたりとかするときないで俺調べたらあれは こっちのせいなんだから誘導したからって言ってもやっぱり自分で確認しながら信用すなそんなん言われたらなたまにあのないですか道路の中で「行け行け」って言うから行って「これほんまに行けんのか?」みたいな対向車がんか信号代わりになってるみたいな怖いよなあれ警備員の僕って経験者でいうと全然守ってくれ人も 来れへん人もおんのよ泊まれ言うてんのよ泊まれへんの全然泊まれへんない仕事はそういうことを梅山さん俺は経験した方がいいと思うちすやっぱりそういうね皆さんそういうところで頑張って汗かいてあ、それぞれが追ってくれて警備の人が追ってくれてあ、なるほど何気なく通ってたところも警備の人が追ってご苦労さんの今やった今までた一言も言えへんかった梅山さんなこと感謝感謝がたれへんえ、めちゃめちゃ感謝して なんか不平不満ばっかり言うてさ、だからありやでたら、スタとしてなんかちょっとプライド高いんちゃうかなと思ったすから、その要は、そのなんて言ったらやんの、やっぱり箱入り娘やから箱入り娘でアナウンサーで、プライド高いは男悪いやっ警備員でもやっぱりちゃんとしてね、もまれた方がええんちゃうかな、社会一回お母さんとかお父さんにお手元もうたんその彼氏できたら、合わせてへんやろ、しょうもない男ばっかりやから。父親は会ったことありますチースとか言うんちゃうじー 言わないですさすがに言わないですけど父は全然あいい人やなって言ってくれます言うてもうまいこと言ってへんやろなお父さんに見る目がないんや女はお母さんがしょうもないってことになってくる家族ボロクソやんかもう一度ないんだもう一ついきますかあえもういいで この差し入れれをねのコーナーで送ってくれるんですねありがとうございます本編では大月さんが「それ家メッセンジャー」っていうのはいろいろスポンサーから見たんで確かに本編ではやめませんっていう話だったんであの今日はもう嬉しい皆さん喜んでますやん寺田農園さんから奈良県の寺田農園さんいちごきましう。 しかも六パック綺麗な六パック。六パ, <laughs> パックや。綺麗なイチゴや。<laughs> おっき大きいよ、ね、これ。大きい。よかった、もう、お前はちゃ、ねね、これで六社七やったら、もうなか中田が。<laughs> 口の中全部織り込んで、自分でジュース作って。るな <laughs> ああリスみたいにね。リスみたいですよ。まあ、これはもう、あの、僕と黒田で分けますから、誰も。えー、でも梅山ちゃん、ちょっと早い。ええー、嘘、こんだけ言われて。もらえるって思うのがちょっとズズズして。あすいません なんか後ろに「ステッカーキーホルダー欲しい」って書いてるんですけど、はい、寺田農園さん「はい」「差し上げましょうよ」「ステッカーだけキーホルダーも」「キーホルダーがねあかんねんて」 大月さんがそうなるといろんな人が送ってきてこのキーホルダー作るのにどんだけ大変やったかみたいなのがあるからステッカーは余ってるからあげてもいいけどなかなかのお金をこれ1号に関しては1個だけあげたいんちゃうキーホルダーいや俺はしら大月さんに聞いてよでそうなるともういろんなものが届くうなるよ最近最終的に純金とか届くよっらキーホルダーやれやキーホルダーやって純金欲しいよ俺。 聞いて大月さんに聞けよさ<ス>1個だけいいですか一個だけ悩んでる梅山,梅山さんのキーホルダーなんでかするのなんな梅山さんのキーホだともうちょっと頑張ってもらわんと梅山ちゃんステッカー五枚あげよう、はい、YouTube の伸び率悪いほんまにちょっと一番気にしてるんですそれ聞いてください皆さんすみません,んじゃさよならさよなら <laughs>